春先夏に限らずですね、まあ、年中いろんな形 ありますので、上に羽織るものに関してね今日お話しさせていただきますので、このあたりなんかも最近ちょっとねくすみ系のカラーなんかも流行ってますので、こういう色なんかも取り入れるとすごくおしゃれなのかなと思います。はい、それではウメネの YouTube 動画始まります。北九州小倉のウメネ呉服店店長のウメネです。よろしくお願いします。店長、はい、以前の動画でですね、訪問着とかですね、色無地とかいろんなのに上から羽織るものの話をちょっと振らさせていただいたんですけど、はい、まあ、割とサクッと流してしまいましたの で、 そうです、ね、今日はですね、はい、まあ、これからの時期、春先から夏にかけて本当に最近ちょっとコートとか道中着、羽織が多くなってきてますので、その辺のお話をしていただければなと思います。はい、わかりました。春先夏に限らずですね、まあ、年中いろんな形 ありますので、上に羽織るものに関してね今日お話しさせていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、でまず今ちょっとね山下くんから話がありましたけども、今からですね、ちょうど今から、まあ、4月仕立てると4月5月ぐらいのお届けになると思うんですけども、その時期から着るものとしてですね、結構皆さん羽織とかコートっていうと裏がついて暑いイメージを持たれてる方多いと思うんですけども、まあ、春先なんかは実はこういうこれ紋紗って我々に呼ぶんですが、まあ、実際は素材によって紗だったり紗じゃなかったりもするんですけど、まあ、こういう透けた感じの見えますかね、この辺りとかこの辺りを作っていただくと、まあ、裏をつけずにですね、この辺りで作っていただくと、上に羽織ってもですねそんなに暑くなく、まあ、着ていただける。で初めてお着物を作られた方って大体着物と帯とは作るんですけども、上物って結構皆さん準備されてない方多いんですが、やっぱりまあ、九州ではそんなに言われない方も多いんですけども、地域によってはこう後ろ帯を丸出しにして歩くことをすごく恥ずかしいことだと思われる地域も結構多くてですね、で実際帯もやっぱり引っ掛けたり傷んだりする危険性もあるので、上からこういうのを1枚羽織っていただくとすごくおしゃれでもありますし、帯を守ったりといういい部分もありますよね。で実際まあ色目もですね、春先になるとやっぱり少し明るめの色の方が、いいのかなと思いますし、例えばこの辺りなんかも最近ちょっとねくすみ系のカラーなんかも流行ってますので、こういう色なんかも取り入れるとすごくおしゃれなのかなと思います。で逆にですね、まあ夏場もこの辺り使えるんですけども、真夏になるともう少し薄いシャの生地なんかもありますので、そういうのも上手に利用されることで、まあ、おしゃれに、例えば帯が後ろちょっと透けて見えてくる感じなんかもすごくおしゃれだったりしますので、そういうのもねいいのかなと思います。一番左のやつは結構柄が大きいんですけれども、そうですね、これの柄が大きいとかで良し悪しとかあったりします？はい、基本的には柄のこう、例えばそのですね、昔ちょっと流行ってた、ごめんなさいね、まあ、こういう感覚の、小物ですね、まあ、今ももちろんこういうもので、羽織物を作る方もいらっしゃるんですけどね、おしゃれに着られる方もいらっしゃるんですけど、うん、この辺りにはちょっとやっぱ砕けた感じになってきますので、まあ、色の入ったこういう柄物っていうのは場面によってはちょっと着にくい場面も出てきますけれども、こういうちょっと無地感のものに柄のこう織り込んであるようなタイプですね、ものに関してはある程度フォーマルの場面も使えたりはしますので、そのあたりはまあ、例えばこの後ろの生地もそうなんですけど、これは透けてはないんですけれども結構大きな柄ですねが織り込んであるものですけど、こういうのはフォーマルっぽいものに合わせても大丈夫じゃないかなと思いますね。はい、まあ、同じようにこう地紋が入ってるタイプでも、こちらはですね透け感の少ないタイプになりますので、例えば、秋口に向けて、まあ、9月10月、もちろんこの、紋紗系の羽織でも11月とかぐらいまで着られる方多いんですけれども、9月10月ぐらいになってくると今度逆にこういった、ものでですね、一重で羽織なんかを作っていかれると若干の防寒にもなりつつ、まあ、生地感もですね秋とかすごくしっかりした感じでいいのかなと思います。はい、で羽織物というのが羽織とコートと、まあ、両方あるんですけれども、まあ、要は裏をつけて作るものと、こういう一重で作るもの、あとこういうちょっと透けたものですね、紋紗とかそういう感じのものという感じで3種類ぐらい分かれてまして、まあ、他の着物とも一緒なんですけども、時期によってこう使い分けをしていただくような感じにするとおしゃれなのかなと思います。裏をつけるにあたってですね、ルール的なものとかあったりするんですか？着物結構合わせとかだと、合わせの方がいいとかそういうことがあったりするんですけども。そうですね、基本的には表からはほとんど見えないので、うん、まあ、大きなルールっていうのはないと思うんですけども、例えばじゃあちょっと羽裏の話をね、まあ、後でするつもりだったりしていくとですね、まあ、全般的にこうあまりこう影響のないのはこういうぼかし系のものであったりとか、とこういう
ですね、ちょっとこう桜が入ってるものであったり、こういう感じにするとフォーマルなんかでもね、うんうんうん、あの癖がなくていいと思うんですけども、逆に本当におしゃれにしたいなということであれば、こういうトランプの柄ですね、こう、あ、ごめんなさい、こういうね、トランプの柄、こんな羽織の裏もあります。まあ、あの羽織の裏っていうのは結構昔からね、羽裏のおしゃれといって、見えないところのおしゃれっていう形でしてますので、うんうん、でこれをじゃ あのフォーマルにつけて、ダメかと言われれば、うん、表からは見えないですし、まあ、脱ぐ場面がある場合はちょっとね、あの気になるかもしれませんけど、つけてダメということはないと思います。ただ、まあ、我々としてもフォーマルでの時は先ほど出たようなちょっとぼかしのものとかをおすすめはしています。場面で選べばいいってことですね。そうですね、まあ、でもこういうのおしゃれですよね、やっぱりおしゃれですね、はい、楽しくなると思います。で今日店長はですね、あの撮影に撮影が入ってちょっと動揺してるのか、さっきからいろいろやってますけど、皆さん気にしないでください。くっついてると思ったんだよね。くっついてない、ごめんなさいね、はい、で今ですね、ちょうどあのちょっと羽裏の話も挟みましたけど、無地感のね話をちょっと先にさせてもらったんですけども、他にもですね、まあコート羽織に向くものとしては、以前の動画でもね、あの出してましたけども、こういう古文系の着物ですね、こういったもので柄の入っているもので作るのもすごくおしゃれなものができてきます。で、まあ、どちらが羽織に向くとかコートに向くとかあまりありませんので、前回あの以前の動画の時に話したように、まあ、着る場面に応じて作られるもの、まあ、コートが向くのか羽織が向くのかという感じで考えられたらいいかなと思います。で、こういうコモンなんかすごいねおしゃれな感じができてくると思います。あと、まあ、生地素材によっては紬のこういうちょっとねさらっとした感じの生地なんかも、まあ、撥水加工なんかをするとね、ちょっとした雨よけなんかにも使えたりして、すごくおしゃれじゃないかなと思います。で昔はですね、同じ柄物でもです、コートって言ってもこういう感じ、皆さんね、おばあちゃんが着てたの見たとかいう方もいらっしゃるんじゃないかと思います。こういうのもねすごく出てたんですけども、今はですね、ほぼほぼ皆さんこういう黄尺地という、まあ、コモンだったりとかそういったもので作る方が増えてます。で気をつけていただきたいのは、昔の生地、こういう生地がですね出てきた場合も、長さがですね、生地の長さが昔歯尺といって、2畳8尺から 3畳ぐらい、まあ、今の着物の生地よりもちょっと短いタイプが結構多いんですね。そうすると今全体的に長い羽織が流行ってるんですけど、その丈が取れなかったりとかもありますので、まあ、そのあたりもね、もし家にこういう生地があるよという方はね、見ていただくといいかなと思います。で他にもこういう感じで、まあ、3シーズンコート、これも、以前からすごくね人気があるんですけど、フォーマルにも使えて、これ撥水加工してあるものが多いんですけども、雨よけなんかにも使えてっていうね、こういうのも以前ね結構出てますけど、今作ってるところが少なくなって、なかなかこういうのもね少なくなってきてますけどね。色が多くていろんな着物に合わせやすそうですね。そうですね、本当に下に着る着物を選ばないタイプになってきますので、結構人気はあったんですけど、今なかなかちょっとね少なくなってるんですね。あとですね、まあ柄物のもう一つとしては、エバコート、まあ、エバコートとエバ織っていうんですけども、こういう形でね販売されているもの、背中一面がこう柄になっているものですね、こういったものも、準備されているお店もあると思うんですけども、この場合はですねちょっと気をつけていただきたいのは、この状態でですね仮仕立てをしてあるんですけども、この場合、これはコートにしかできない場合とかですね、羽織にもできるものとかありますので、そのあたりはねお求めになるときにきちっと確認していただくといいかなと思います。店長、最後にですね、まあ、羽織とかコートを作る際にここは気をつけておいた方がいいっていう点がありましたら教えてください。そうですね、まあ、以前の動画でもね取り上げさせてもらってますけれども、まあ、使う場面に応じて襟の形なんかもね今様々にありますので、まあ、襟方なんかも選んでいただいたりとか、まあ、コートとかいいのか羽織がいいのかも含めてですね選んでいただくといいと思いますし、あとやっぱり一番外に着るものになりますので、ある程度生地素材とかはねしっかり見てご自分の気に入るものというかね、ご自分に向くものをしっかり選んでいただくのが一番いいかなと思います。それとあとはやっぱり着物を着たいなと思った時に、どうしても天候がねちょっとぐずついてしまったりとかいうこともあると思いますので、一番外に着るものだけにですね、できればまあ撥水加工、まあ、当店ではパールトン加工をおすすめしてるんですけども、そういう撥水加工なんかをして、まあ、いざという時もきちんと着れるようにね準備されておくのがいいのかなと思います。ありがとうございます。まあ、ということでですね、今日は女性のですね上に着る羽織物全般についてご紹介させていただきました。まあ他にもですねたくさんいろんな生地がありますし合わせ方いろいろありますので、またそのあたりお店に来ていただいてねご相談いただければと思います。今回もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価ボタンのクリックとチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。ここで視聴者アンケート。
この中でお気に入りの羽織の番号をコメント欄にお願いいたします。もしよろしければ気に入った点も書いていただけるとさらに嬉しいです。よろしくお願いいたします。